引き続きまして、ゴミの分別についてということでお話をさせていただきます。私も実は町づくり大学を卒業して、そこから伊佐谷さんと同じように町づくり研究会、まあ町研って呼んでますけど、町研の環境の方で、一緒に勉強させていただいてます。で、町研の環境の方で今資料を見ていただいたと思うんですけども、平成の21年ぐらいの数字でゴミの処理量が8億5000万ぐらい変わってるんですね。これもびっくりする金額やけど、まあ、自分の一番身近にあるゴミの問題やけど、やっぱり処理するのにすごいお金がかかっておると、まあ、いうことで、どうやったら少しでもその分見直しができて、しかもまあその分を福祉とか他の方にも流用できたらなということで、伊佐谷さん、まあ、市の方ともいろいろ相談してですね、この大阪狭山市ゴミ減量対策推進会、ゴミ減、まあゴミ減って呼んでますけども、そういうのを市の方で働きかけて、まあ、設立してですね、まあ、そこでいろいろ勉強していこうということで、まず他の市、他市のいろんな取り組みどうなってるのかとか、あるいはまた全国にいろんなやっぱりそういう先行事例、先行して取り組みしている都市もありますんで、まあ、そういうところの情報をもらったり、しました。実際伊佐谷さんと堺市の市役所にもゴミの課の方行ってですね、どんな風にしてやられてますかっていうことで、まあ、相談にも行ったこともあるんですけど、逆に狭山の方がようできてますなと、いっぺん見学に行かせてくださいってその時は言われたんですけども、でまず最初にこの町県の方で取り組みしたのが、まあ後でまた休憩時間に後ろにパネルとかコンポスト置いてあるんで見ていただきたいんですけども、ゴミっていうのは傘ではないんですね。重量、ゴミの焼却場に行った時にトラックに、まあ、ゴミがパッカー車に運ばれてきて、まあ、トラックスケールっていう重さのところに乗って帰り出るときに、まあ、その差額がゴミの重さ、目方になるんですね。まあ、これがまあ費用なんです。それから大きな袋で出したから費用かかるのかっていうと、そうじゃなくて重量でということなんですね。だからちょっとでも軽く出してもらえばどうだっていうことで、まず生ゴミをそのままゴミに出す、燃えるゴミに出すんじゃなくて、ちょっとでも肥料にでき、生ゴミの堆肥化ということで、ああいうコンポストを使って生ゴミだけはちょっとそこへ入れていってもらって、ちょっとずつ、まあ、土に分解していくというか、そういうふうなやり方と、もう一つはゴミを出す時に一回絞ったら水切りをして、そしたらちょっと軽くなるんですね。これはまあ我々の先輩の人たちがこうグラムで測っていただいて、重さ毎日朝昼晩、それも1ヶ月毎日数字を取って、どれぐらい削減できるのかっていうのを、まあ、奥さんに叱られながら毎日こう目方測って統計的に出していただいたんですね。ざっとですけども 15% 重さが軽くなる。そうやって水切るだけで、まあ、手汚れたらいかないなっていう人は他のアイペットボトルのこう切ったやつで押すとかね、まあ、ネットを使って水切りネットでやってもらうとか、あるいはそういうふうな特に夏場スイカとか重さのやつの野菜や果物ありますね、ちょっと出すのを 2,3 日遅らせて乾かして乾燥させて出すと少し減る、まあ、こういったやつの取り組みを実際自分たちでやってみて、狭山池祭りだとか、あるいはまた、産業あそこの、11月の産業祭りですか、そういうところに持って行って実際にそこで皆さんにパンフレット配りながら説明をして、ちょっとでも協力できませんかっていうことで、まあこのやってきて、今まあ約7億5000万っていう、まあ、費用まだかかってますけど、それでも一時のことを思ったら少し金額的には、まあ、安く取り組みされてるかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとこの資料の方ですけども、ゴミの分別
まあ、なぜ必要ですかということですけども、やっぱり、この燃えやすい燃やすゴミの量が、まあ、減るからっていうのと、資源を、再利用できる、それと環境に負荷をかけないというようなことで、まあ、分別ですね、分けて、要はこの分別だけでですね、1年間に2562トンが資源ごみとして収集されています。まあ、一番皆さんよくご存知なのはトレーとかパップ、ああいうペットボトルとかね、そういった分も今資源として出していただいてますけども、それはまあ市の大型ごみの日に出していただくのと、こういう町の中にあるリサイクルボックスですね、これは他であんまりやってないんですよ。狭山市がこれ公共の場所とか道路とかそういうところに置いてる分で、この中で、OK のやつはどれですか、一番ペットボトル、それから瀬戸物とか家電ガラス類、こういうのも書いてあります。これはもう答えとしては、この中で、はい、上の方ですね、上の段の缶瓶を、まあ、ボックスに入れていた缶は、まあ、アルミ缶、スチール缶ありますけども、まあ、最近やったら、まあ、スプレー缶なんかも中身を出してもらったらいいですよ。上のあの絵のところは OK、 ただ下の瀬戸物とかペットボトルとかそんな電気繊維とか、こんなのは入れちゃダメですよ。もう一つここには出てないんですけど、パッと中開けてみたら、私も時々見るんですけど、持ってきたビニール袋がいっぱい入ってるんです。あれが一番の業者の方もいろいろと、プレーンでね、引き上げて持って帰ってもらいますけども、結局こう仕分けするときに邪魔になる、まあ、ビニールはお持ち帰りくださいと。で、我々もそういうシール作って、あれにこの地域のリサイクルボックスに貼りに回ったこともあるんですけどもね、なかなかやっぱりそうやって出てきない。で、中に入れてないけども外の手すりのところにくぐってビニールそのまましたら、でこれがまた風が吹いたり雨が降ったりして飛んで防災水路に行って三ツ矢川に流れていって狭山池に流れていくという構図になってますんで、必ずまあ、ビニールはお持ち帰りいただきたいと思いますけども、で、ゴミの分別で、まあ、通常一番毎週月曜日土曜日ですか、まあ、地域によって収集が違うかも分かりませんけども、燃えるゴミ、これは小さなプラスチック類も含めて、革製品、おもちゃ、これはまあ通常の分ですね。で、この中にお布団とか座布団とかもシールは、大型ゴミのシールを貼って、通常の月曜日、木曜日の分別のところに出してくださいねっていうのが燃えるゴミです。それから、次に粗大ゴミ。これは月1回、これも市の方で回収していただいてますけども、瀬戸物、ガラス類、家具、プラスチックの大きいやつね、まあ、その他っていうことで、こういったやつは粗大ゴミ、この時に、ペットボトルとそれからトレーも一緒に無料で、市の方で回収をしていただきます。で、これ以外に資源ゴミと呼ばれているものですね、これさっき言った缶瓶、ペットボトルはリサイクルボックス、それからこの発泡スチロールとトレーは大型ゴミの日に、で4番目、電気製品はリサイクルの手続きしてるかしてへんかで変わってきます。もう古いやつは、市の方に電話してリサイクル料を払って引き取ってもらうというような形になっています。牛乳パックは牛乳パックの回収のところ、まあ、スーパーとか、まあ、小店の玄関のところにもありますけど、まあ、そんな形で、リサイクル資源、家電製品、これはもう別個です。で、ここで今日、まあ、皆さんにお願いしたいのは、2番のところですね、2番、古紙、雑紙、段ボール、ボロ布、これは自治会や子ども会などが、まあ、個別に収集、個別に業者にお願いして
まあ、収集日を決めて収集していただいているものですね。ここで古新聞、古雑誌、ボロ布っていうのは段ボールも皆さんよくご存知なんですけど、その雑紙っていうのは聞いたことありますか？紙、紙なんですけど、雑紙、その他の紙っていう意味ですね、が雑紙なんです。で、今日この正しいゴミの出し方っていうのを、これは今月末にゴミの、県と一緒に各お家の方に送ってくる分を先に一枚今日いただいてます。で、この中に分け方、出し方の一番下の右側ですね、パソコンの上ですけども、古紙、段ボール、雑紙、古布などと書いてありますけども、これが雑紙も OK ですよということです。私は、まあ、古紙回収の分が毎週土曜日にあります。今日も段ボール出してきました。それから雑紙、雑紙っていうのはこういうコピーの用紙だとか、それからお菓子の箱とかティッシュの箱とか、DM、 ダイレクトメール、郵便物ですね。ただしティッシュの箱はちょっと中一回開けてもらってビニールを外して出していただく。で、郵便物も窓のところに住所出てくるプラスチックの汁のところは切って出していただくということでね、雑紙っていうのはその他のみです。まあ、当然シュレッダーも出しても大丈夫です。シュレッダーも紙ですんで材料になりますので、それで、これ京都の、平成30年の資料なんですけどね、京都市の租税分析、さっき伊勢田さんおっしゃったように、毎年京都は、出てきたゴミの何ぼか代表のやつを回収してですね、金魚すくいの大きい花取れみたいなとこ入れて1個ずつ重さを測って分析してます。狭山も10年に一度成分分析っていうのをやってますけども、これでいくとね、燃やすゴミ、通常のゴミの中のその中で紙のゴミが 31.8% あったと。生ゴミが38ぐらいですんでね、その紙だけで 31.8 で、その紙のうちでリサイクルできる紙がまだ3割ぐらい、30.1%。 これもホームページなんかにも出てますけども、まあそれだけ要は紙出るわけですね。それで我々もこの地域の方で見たら、通常のゴミの日に新聞紙や段ボール、まあ、邪魔やから出しまえ言うて普通の燃える時に出すわけですね。まあ、もったいないなと思うんですよ。なんで古紙回収の時に出してくれへんのかなと思うんですけども、まあ古紙回収っていうのはこのピンクの後ろにね、ちょっと分別と離れますけども、ちょうどゴミ源ニュースの今月号の分の、有価物集団回収って何ってこう書いてあるんですね。これの、裏面にね。で、これは要は団体登録すれば、その回収した重さに合わせて業者さんからもキロ当たりいくらっていう分が各自治会に振り込まれます。それから市の方からも環境への取り組みいうことでキロ当たり4円かなが返ってきます。ゴミを持って帰ってもって費用をかけずに、しかも後で要はお金になると、まあ、両面でプラスになるわけですね。だから何としてでも雑紙っていう言葉と、雑紙はゴミじゃないと、リサイクルする、再生の資源ですよっていうことをぜひ覚えていただいたらいいかなと思います。パソコンなんかはちょっと特別に費用がかかります。これが集まってきたゴミが富田林のこれは工場ですね、製造工場です。ここへ燃えるゴミと粗大ゴミで、持ち込みっていうのは業者とかそういうところから出てくるゴミになります。まあ皆さんの資料にこれ全部入っておりますので、こういった分が入ります。で、焼却した後の灰は
フェニックスといって大阪港のですね、埋め立てのところに運ばれるというような状態になっています。この中で、資源の、あのゴミの分ですね、缶瓶はリサイクル、それからペットボトルもリサイクルで、それぞれ業者の方、あるいは、瓶は瓶の製造業者の方に行くようになっています。で、金属、これはくず鉄の業者の方に行きます。牛乳パック、これも牛乳パック、はい、ここで、右から2番目が今申しました子ども会とか理事会とかそれぞれの集団回収の分で、これは、業者の方に行きます。ただまあちょっと世の中の流れで、古布は今までは輸出をしてました、中国、それがちょっともう去年一昨年ぐらいからなかなかもう輸出ができなくなって止まっておって、もう一気にちょっと値段が、下がっています。まあ回収できなかったら結局またゴミになってしまうなと思うんですけど、今のところは、まあ、回収はしていただいてます。あんまり、まあ、もう無料でっていうところも出てきてますんでね、まあ、そんな形で、まあ、動きはいろいろとあるんですけども、こうやってまあリサイクルのこう循環型、今までは 3R ってリサイクルしますよって言ってたんだ、まあ、これからは 4R ですね、まあリサイクル含めてここに書いてあります。レジ袋を、まあ、断るというか、まあ、7月から、まあ、袋は有料化になっています。修理して使う、あるいは借りるとレンタルと、まあ、そういった 4R の要はこれからの取り組みが必要になってきますということで、ゴミ減量の工夫ということで、不要なものを買わない、それから分別を徹底、先ほど言いましたね、分別は再資源として再生できるやつはなさい、それと過剰包装を断る、それから買い物袋持参ですね、生ゴミは水切りをする、それから、まあ、こういったことですね。あとまあ堆肥化もできますし、団地やマンションなんかでも、ちょっとベランダに置くようなコンポストもありますので、ちょっと後でまた見ていただいたらいいかと思いますけども、まあ、そういったことで、資源を再生できるものは再生していただくということで、そしてゴミに出すものはできるだけ軽くして出していただくということで、今日はぜひ雑紙覚えて帰ってください。もう腰回収と一緒に、出せますので、よろしくお願いしたいと思います。一部ちょっと回ります。